フェデックス1478便墜落事故は2002年7月26日に発生した航空事故である。メンフィス国際空港発、タラハシー国際空港行きだったフェデックス1478便がタラハシー国際空港への着陸時に手前の木々に衝突し墜落、炎上した。乗員乗客3人に死者はなかったが全員が重傷を負った。 ガルフエアトランスポートでの運用中に撮影された、自己機自己機のボーイング727から232回は、シリアルナンバー2866、ラインナンバー1067として製造され、1974年9月3日に初飛行を行っていた。同年9月13日にデルタ航空へ納入され、1986年12月2日にフェデックスへ移籍された。 その後、TAP ポルトガル航空に渡り、エアアトランティスへリースされた。1987年12月からは、ガルフエアトランスポートへサブリースされていた。貨物機へ回収された後、1989年12月13日に、再びフェデックスの機材として登録された。事故機には3人の乗員が登場していた。機長は55歳男性で、 総飛行時間は1万3000時間から1万4000時間ほどで、同経気では2754時間の経験があった。FAA の発行した最新の医療証明によると、強制レンズをつけなければならないという制限のもと、飛行業務についていた。副操縦士は44歳男性で、総飛行時間8500時間、内同経気では1983時間の経験があった。 副操縦士は、色格異常を患っていたものの、第2子航空身体検査証明書を有していた。フェデックスに入社する以前は、海軍のパイロットとして16年飛行しており、海軍の色格試験も、合計13回合格していた。航空機関士は33歳男性で、総飛行時間は2600時間ほどで、同期駅では346時間の経験があった。 1478便は、タラハシー国際空港への着陸侵入を行っていた。当初、風が吹いていたためパイロットは滑走路27への着陸を予定したが、風が止んだため滑走路09への直線侵入に変更した。この時、操縦は、副操縦士が行っており、死人での滑走路09への侵入を開始した。墜落現場尾翼の残骸5時30分。 副操縦士は滑走路を指認したと言い,い、しばらく滑走路と機体の位置についての会話がされた。5時36分、1478便は高度1000フィート付近を降下しており、ベースレグから滑走路へ整体するために旋回を行っていた。コックピットから見える PAPI は左一頭が白、右三頭が赤に見えていたと推測されている。これは侵入経路を下保へ。 わずかに逸脱していることを示していた。しかし、パイロットはそれに気づかなかった。墜落の30秒前、高度500フィート付近で、PAPI のライトはすべて赤を示したと推測された。1478便は、滑走路から3650フィート地点で、高さ50フィートの木々と衝突した。そのまま機体は降下し続け、 最初の衝突地点からおよそ1000フィートの地表に激突した。激突後、地面を1100フィートほど滑り、建設車両に衝突し、260度回転して停止した。墜落時、フラップは30度に設定されており、着陸装置も正常に下ろされていた。国家運輸安全委員会が事故調査を行った。最終報告書では、事故原因として、 夜間の死人侵入時にパイロットが適切な飛行経路を保たなかったことを挙げた。事故当時、服装縦士は疲労しており、またパイロットは会社の飛行手順に従っていなかった。パイロットらは最後の瞬間まで正常な侵入であったと述べ、誰も PAPI が4つすべて赤だったとは証言しなかった。地表500フィートの地点で侵入は安定しておらず、 着陸復興すべきだった。また、事故後に副操縦士は目の検査を受けた。検査の結果、副操縦士は赤と緑、白の判別が困難であったことが判明した。そのため、PAPI の区別が困難だったと報告書で述べられた。ありがとうございます。